こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は連続テレビ小説オードリーの第41話から第60話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。連続テレビ小説オードリー第41話のあらすじは以下の通りです。第41話では水木岡本綾が城島長嶋一茂に声をかけようとする場面から始まります。しかし新八西名高が帰ってきたため声をかけることができません。家に帰っても様子がおかしい水木に対して、滝の大竹しのぶは水木に好きな男でもできたのかと愛子かく千佳子に相談します。その後水木は城島に再び会いに行きますが、城島は人を信じないと言い残して去ってしまいます。水木はショックを受けぼーっとした状態で帰宅します。母親の愛子は水木の様子から彼女に好きな人ができたことを察します。このエピソードでは水木の恋愛感情が初めて明確に書かれ、彼女の心の揺れ動きが強調されています。また城島の過去や彼の人間不信が明らかになり、二人の関係が今後どのように進展するのかが気になる展開となっています。このように第41話は水木と城島の関係に焦点を当てたエピソードであり、彼らの感情の変化が丁寧に書かれています。連続テレビ小説オードリー第42話のあらすじは以下の通りです。第42話では水木岡本綾が城島長嶋一茂に再び会いに行く場面から始まります。城島は人を信じないと言い残して去ってしまい、水木はショックを受けます。家に帰ると母親の愛子かく千佳子は水木の様子から彼女に好きな人ができたことを察します。その後水木は城島の言葉に悩みながらも彼に対する気持ちを整理しようとします。一方滝の大竹しのぶは水木の変化に気づき、彼女に対して心配を募らせます。滝野は水木に対して恋愛に対するアドバイスをしようとしますが、水木は自分の気持ちをうまく伝えられません。このエピソードでは水木の恋愛感情がさらに深まる一方で、城島の過去や彼の人間不信がより明確に書かれます。水木は城島との関係をどう進めるべきか悩みながらも彼に対する気持ちを捨てきれない様子が書かれています。また家族との関係も書かれ、愛子や滝野が水木の成長を見守りながらも彼女の幸せを願う姿が印象的です。このように第42話は水木の内面の葛藤と成長が丁寧に書かれたエピソードとなっています。連続テレビ小説オードリー第43話のあらすじは以下の通りです。第43話では水木岡本綾が河原で城島長嶋一茂に抱きしめられる場面から始まります。城島は人を信じないと言い残して去り、水木はショックを受けます。家に帰ると母親の愛子かく千佳子は水木の様子から彼女に好きな人ができたことを察します。その後水木は城島の言葉に悩みながらも彼に対する気持ちを整理しようとします。一方滝の大竹しのぶは水木の変化に気づき、彼女に対して心配を募らせます。滝野は水木に対して恋愛に対するアドバイスをしようとしますが、水木は自分の気持ちをうまく伝えられません。このエピソードでは水木の恋愛感情がさらに深まる一方で、城島の過去や彼の人間不信がより明確に書かれます。水木は城島との関係をどう進めるべきか悩みながらも彼に対する気持ちを捨てきれない様子が書かれています。また家族との関係も書かれ、愛子や滝野が水木の成長を見守りながらも彼女の幸せを願う姿が印象的です。このように第43話は水木の内面の葛藤と成長が丁寧に書かれたエピソードとなっています。連続テレビ小説オードリー第44話のあらすじは以下の通りです。第44話では水木岡本綾が梓茂山一平のアパートに食料を持っていく場面から始まります。梓と一緒にアパートを出るともみじ三田篤子とすれ違います。梓の隣の部屋に住んでいるのはなんと城島長嶋一茂でした。
家に帰った水木は、母親の愛子かく千佳子と父親の春尾旦那安則にあずさのことを話します。その時、いとこのリチャード・トロイが訪ねてきます。リチャードは春尾の兄の息子で、ベトナム戦争従軍中に休暇で日本に来たのです。リチャードは椿屋で日本文化に触れ、水木や家族との交流を深めます。このエピソードでは、水木が家族や友人との関係を通じて成長していく姿が書かれています。また、城島との再会が水木にどのような影響を与えるのかも注目ポイントです。このように、第44話は水木の人間関係が複雑に絡み合い、彼女の成長と葛藤が丁寧に書かれたエピソードとなっています。連続テレビ小説オードリー第45話のあらすじは以下の通りです。第45話では、水木岡本綾が城島長島一茂の部屋に訪れ、解雇されなかったことを伝え、弁当を差し入れます。その後、水木はあずさ茂山一平の部屋にも顔を出し、リチャード・トロイに会いに来るよう誘いますが、あずさは断ります。その後、水木とリチャードは椿屋で懐石弁当を食べながら親交を深めます。翌日、水木はリチャードを大京映画の撮影所に案内します。撮影所では、水木が映画の世界に戻りたいという気持ちが再燃しますが、彼女は家族や友人との関係を大切にしながら、自分の夢と向き合う姿が書かれています。このエピソードでは、水木の成長と彼女を取り巻く人々との関係が丁寧に書かれています。城島との関係も進展し、水木の心の中で彼に対する気持ちがますます強くなっていく様子が書かれています。また、リチャードとの交流を通じて、水木が新たな視点を得る場面も印象的です。第45話は、水木が自分の夢と現実の間で葛藤しながらも、前向きに進んでいく姿が書かれたエピソードとなっています。連続テレビ小説オードリー第46話のあらすじは以下の通りです。第46話では、リチャード・トロイが悪夢にうなされて騒ぎ出し、水木・岡本綾と滝野大竹忍が驚いて部屋に駆けつけます。リチャードは休暇が終わりに近づき、基地に戻りたくないという精神的なプレッシャーに追い詰められていました。春尾旦那安則は戦争は終わるとリチャードをなだめますが、彼の落ち込みは深く、水木は大部屋の仲間たちに協力を求め、日本舞踊や剣劇などの余興を見せてリチャードを元気づけようとします。一方、杉本酒井雅人は黒田国村淳に対して、必ず面白いテレビ時代劇を作ると約束します。このエピソードでは、登場人物たちがそれぞれの困難に立ち向かいながらも、互いに支え合う姿が書かれています。このように、リチャードの精神的な葛藤と、それを支える水木たちの努力が中心となるエピソードです。彼らの絆や友情が強調され、視聴者に感動を与える内容となっています。連続テレビ小説オードリー第47話のあらすじは以下の通りです。第47話では、城島長島一茂が椿屋に水木岡本綾を訪ねてきます。滝野大竹忍は城島を品定めするために椿屋に上げ、彼の人柄を見極めようとします。城島は杉本酒井雅人のテレビ時代劇の主役に選ばれたことを水木に伝えに来たのです。滝野は愛子かく千佳子にも城島を確認するよう促し、水木が城島に対して特別な感情を抱いているのではないかと疑います。愛子は城島に水木を大切に扱ってくださいと念を押します。城島は帰り際に水木は俺の女神かもしれないと感謝の言葉を残します。このエピソードでは、城島と水木の関係がさらに深まる様子が書かれ、滝野と愛子の心配や期待が交錯する場面が強調されています。登場人物たちの複雑な感情や人間関係が丁寧に書かれており、視聴者にとって感動的な内容となっています。連続テレビ小説オードリー第48話のあらすじは以下の通りです。第48話では、水木岡本綾が城島長島一茂との関係に悩む姿が書かれます。城島は水木に対して冷たく接し、彼女の気持ちを試すような態度を取ります。
水木はその態度に戸惑いながらも城島への思いを断ち切ることができません。一方、滝の大竹しのぶは水木の様子を心配し、彼女に対して城島との関係を見直すべきだと助言します。しかし水木は滝野の言葉に耳を貸さず、自分の気持ちに正直でありたいと考えます。また杉本坂井正人は新しいテレビ時代劇の企画を進めており、城島を主役に据えることを決定します。水木はその企画に参加することになり、城島との共演が決まります。撮影現場では城島との距離を縮めようと努力する水木の姿が描かれます。このエピソードでは水木の恋愛模様や彼女が直面する困難が中心となっています。登場人物たちの複雑な感情や人間関係が丁寧に描かれており、視聴者にとって感動的な内容となっています。連続テレビ小説オードリー第49話のあらすじは以下の通りです。第49話では水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係にさらに悩む姿が描かれます。城島は水木に対して冷たい態度を続け、彼女の気持ちを試すような行動をとります。水木はその態度に戸惑いながらも城島への思いを断ち切ることができずにいます。一方、滝の大竹しのぶは水木の様子を心配し、彼女に対して城島との関係を見直すべきだと助言します。しかし水木は滝野の言葉に耳を貸さず、自分の気持ちに正直でありたいと考えます。また杉本坂井正人は新しいテレビ時代劇の企画を進めており、城島を主役に据えることを決定します。水木はその企画に参加することになり、城島との共演が決まります。撮影現場では城島との距離を縮めようと努力する水木の姿が描かれます。このエピソードでは水木の恋愛模様や彼女が直面する困難が中心となっています。登場人物たちの複雑な感情や人間関係が丁寧に描かれており、視聴者にとって感動的な内容となっています。連続テレビ小説オードリー第50話のあらすじは以下の通りです。第50話では水木岡本綾が城島長嶋一茂との関係にさらに悩む姿が描かれます。城島は水木に対して冷たい態度を続け、彼女の気持ちを試すような行動をとります。水木はその態度に戸惑いながらも城島への思いを断ち切ることができずにいます。一方、滝の大竹しのぶは水木の様子を心配し、彼女に対して城島との関係を見直すべきだと助言します。しかし水木は滝野の言葉に耳を貸さず、自分の気持ちに正直でありたいと考えます。また杉本坂井正人は新しいテレビ時代劇の企画を進めており、城島を主役に据えることを決定します。水木はその企画に参加することになり、城島との共演が決まります。撮影現場では城島との距離を縮めようと努力する水木の姿が描かれます。このエピソードでは水木の恋愛模様や彼女が直面する困難が中心となっています。登場人物たちの複雑な感情や人間関係が丁寧に描かれており、視聴者にとって感動的な内容となっています。連続テレビ小説オードリー第51話のあらすじは以下の通りです。第51話では水木岡本綾が旅自宅を整え、椿屋を飛び出します。滝の大竹しのぶ、愛子角千香子、春尾旦那康則が話し合っている最中、水木は駅のホームで城島長嶋一茂を待ちますが、約束の時間を過ぎても城島は現れません。水木は城島との再会を期待していましたが、彼が現れないことで深い失望を感じます。このエピソードは水木の成長と彼女が直面する困難を書いており、彼女の決意と強さが試される場面です。連続テレビ小説オードリー第52話のあらすじは以下の通りです。第52話では水木岡本綾が城島長嶋一茂との再会を果たします。城島は水木に人を信じないと告げて去りますが、水木は彼の言葉に深く傷つきます。帰宅した水木に母親の愛子角千香子が声をかけ、彼女の心の内を察します。このエピソードでは水木の心の葛藤と成長が書かれています。
彼女は城島との関係に悩みながらも自分の道を見つけようと努力します。愛子の支えもあり、瑞希は少しずつ前に進む決意を固めます。連続テレビ小説オードリー第53話のあらすじは以下の通りです。第53話では城島長島一茂が椿屋に現れ、滝の大竹忍に借金を返し、瑞希岡本綾に会いたいと申し出ます。しかし滝野は城島を追い返します。城島が帰る途中、瑞希は彼を見かけ追いかけます。瑞希は城島を追ってアパートから河原を回り、大京映画へ向かいます。そこで城島が待っており、二人は再会を果たします。この再会は瑞希にとって大きな意味を持ち、彼女の心に新たな希望をもたらします。このエピソードでは瑞希の成長と彼女が直面する困難が書かれています。城島との再会を通じて瑞希は自分の感情と向き合い、前に進む力を見つけます。連続テレビ小説オードリー第54話のあらすじは以下の通りです。第54話では瑞希岡本綾が旅支度をして椿屋を飛び出します。滝の大竹忍、愛子角千子、春尾旦那安則が瑞希のことを話し合っている最中、瑞希は駅のホームで城島長島一茂を待ちますが、約束の時間を過ぎても城島は現れません。雨の中、瑞希は泣きながら駅を飛び出し、新八西名高が傘を差し出します。新八は立石になるのが嫌で東京へ行こうとしていましたが、瑞希と思い出話をしながら二人は思い出の流れ橋にたどり着きます。このエピソードでは瑞希の心の葛藤と成長が書かれています。彼女は城島との再会を期待していましたが、彼が現れないことで深い失望を感じます。しかし新八との交流を通じて瑞希は新たな希望を見出し、前に進む力を得ます。連続テレビ小説オードリー第55話のあらすじは以下の通りです。第55話では瑞希岡本綾が城島長島一茂のアパートを訪れ、なぜ約束の場所に来なかったのかを問い詰めます。しかし城島は答えず、瑞希は隣の部屋から話しかけますが、城島はもうここには来るなと冷たく言い放ちます。昇進の瑞希は城島の言葉に深く傷つきますが、彼の真意を理解しようと努力します。彼女は自分の感情と向き合い、城島との関係をどうするべきか悩みます。このエピソードでは瑞希の内面的な葛藤と成長が書かれています。瑞希は城島の言葉にショックを受けながらも、自分の道を見つけるために前に進む決意を固めます。彼女の強さと決意が試される場面であり、視聴者にとっても感動的なエピソードとなっています。連続テレビ小説オードリー第56話のあらすじは以下の通りです。第56話では瑞希岡本綾が旅支度を整え椿屋を飛び出します。滝の大竹忍、愛子角千子、春尾旦那安則は瑞希の行動を止めることができません。瑞希は駅のホームで城島長島一茂を待ちますが、約束の時間を過ぎても城島は現れません。このエピソードは瑞希の決意と葛藤を書いており、彼女が自分の道を選ぶためにどれだけの勇気を持っているかを示しています。瑞希の行動は彼女の成長と独立を象徴しており、視聴者に強い印象を与えます。連続テレビ小説オードリー第57話のあらすじは以下の通りです。第57話では瑞希岡本綾が城島長島一茂を待ち続ける中、彼が現れないことに失望し、心が揺れ動きます。彼女は自分の決断に疑問を抱き始め、これからの道を模索します。一方、滝の大竹忍と愛子角千子は瑞希の行動に対する心配と不安を抱えながらも、彼女の成長を見守ることを決意します。春尾旦那安則もまた瑞希の選択を尊重し、彼女が自分の道を見つけることを願っています。このエピソードは瑞希が自分の人生を切り開くための重要な一歩を踏み出す瞬間を書いており、彼女の内面の葛藤と成長が強調されています。視聴者は瑞希の決意とその背後にある感情に共感し、彼女の未来に期待を寄せることでしょう。
連続テレビ小説オードリー第58話のあらすじは以下の通りです。第58話では水木岡本綾が城島長嶋一茂を待ち続ける中、彼が現れないことに失望し心が揺れ動きます。彼女は自分の決断に疑問を抱き始め、これからの道を模索します。一方、滝の大竹しのぶと愛子角千佳子は水木の行動に対する心配と不安を抱えながらも彼女の成長を見守ることを決意します。春尾旦那安典もまた水木の選択を尊重し、彼女が自分の道を見つけることを願っています。このエピソードは水木が自分の人生を切り開くための重要な一歩を踏み出す瞬間を書いており、彼女の内面の葛藤と成長が強調されています。視聴者は水木の決意とその背後にある感情に共感し、彼女の未来に期待を寄せることでしょう。連続テレビ小説オードリー第59話のあらすじは以下の通りです。第59話では水木岡本綾が城島長嶋一茂を待ち続ける中、彼が現れないことに失望し心が揺れ動きます。彼女は自分の決断に疑問を抱き始め、これからの道を模索します。一方、滝の大竹しのぶと愛子角千佳子は水木の行動に対する心配と不安を抱えながらも彼女の成長を見守ることを決意します。春尾旦那安典もまた水木の選択を尊重し、彼女が自分の道を見つけることを願っています。このエピソードは水木が自分の人生を切り開くための重要な一歩を踏み出す瞬間を書いており、彼女の内面の葛藤と成長が強調されています。視聴者は水木の決意とその背後にある感情に共感し、彼女の未来に期待を寄せることでしょう。連続テレビ小説オードリー第60話のあらすじは以下の通りです。第60話では水木岡本綾が城島長嶋一茂を待ち続ける中、彼が現れないことに失望し心が揺れ動きます。彼女は自分の決断に疑問を抱き始め、これからの道を模索します。一方、滝の大竹しのぶと愛子角千佳子は水木の行動に対する心配と不安を抱えながらも彼女の成長を見守ることを決意します。春尾旦那安典もまた水木の選択を尊重し、彼女が自分の道を見つけることを願っています。このエピソードは水木が自分の人生を切り開くための重要な一歩を踏み出す瞬間を書いており、彼女の内面の葛藤と成長が強調されています。視聴者は水木の決意とその背後にある感情に共感し、彼女の未来に期待を寄せることでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。